やっほい。待ってたよ、初見だにゃん。ちょっと待った、バグってる、バグってないか。呼んだよ、気合かきれな、やったやったやっほー。頑張ってください。出たよ、頑張ってください。やっほーす、やっほー。ね、始まってん、その猫いんの、2匹いるんだよね。治った、突っ込んでくれてありがとう、メール。もう一つメール送ろうと思ったんだけどさ、お休みメール先に送っちゃったから我慢した。メール送るの、月が綺麗だった、めっちゃでかくてオレンジ色だった。だからそれをみんなに教えようと思ってメール送ろうと思ったんだけど、さっきお休みメール送っちゃったなと思って。どこ、ここにいるよ。次の朝の配信待ってた、本当にお花のとこにいたけどね。そう、お休みメール送っちゃったから結婚していいよ、ハリネズミ。今日は月が綺麗だったから結婚してあげます、結婚してあげます。月曜日立ち見なんだ。すげえ綺麗ですねっていう告白メールですか。そう。まだ5分ある。いや、もう送んないけど。もう送んないけどね。結婚してゲスト来たー。猫さん。え、何この猫。かわいい。猫さんです。いやー、いつか当選したの。顔ね、見えないね。なんかみんな2人とも壁に向かって頭をこうやってやって寝てます。寝てますね。好きに左右されるオイラたちの結婚。キラキラ投げただけだし。え、思ったよそれも。あ、見てないなって、キラキラなのかなって。髪ボッサボサなんだけど。髪ボッサボサ。あ、おやすみメール送った後でも送ってくれてよかった、本当に。水曜日が満月だった。え、そうなんだ。ちょっとさ、なんかあれだったもん、かけてた。やっほやっほー。寝てる、起きてるけどなんか毛づくろいしてる。結婚したらいいよ、結婚してあげる。服買ってない、買ってないですね。いいですよーい。そう、なんかみんながさ、通称アピっといた方がいいみたいな感じだったじゃん、さっきの配信で。だからテロップでちょっとだけアピった、アピってるナウ、通称アピってるナウでーす。言わないです、ゴールドジャーみたいな、かきれなさん。目指せワンピースですね。はい、結婚して、いいよー、いいよー。今日はもうお休みメールにとらわれることがないのでね、結婚してあげますよね。余裕の私なのでね。ちょ、めっちゃ寝たんだけど、注意逆転、治ってない。終わった、今日10時に起きたっつうのに。あれ、目の意味だからな。いいよ、いい。じゃあ、かかってき、お花ルームで暴れてたの。暴れてないし、いいことやめて、暴れてないし。それ一瞬見ただけ。一瞬見た、さっき、配信始まる前に。キュラブリー、キュラブー。映画見た？コナン？どうだった？面白かった？そう、しれっとアピった。今日、クリアさん、兵庫の空気吸ってました。おお、美味しかったっしょ。レナが兵庫にいるから、ゲームショーしか見ないです。猫、あ、猫来た、本当に。あ、来た、いるいる。そっか、顔面がちゃーちゃん。あ、見た。見た。さきさん可愛いっしょ。
ラブホテルに必ず行ってたら嫌すぎる。確かに、やっとたどり着いてね。猫可愛いでしょ。ちゃちゃんちゃん、テロップで分かんないか。生姜焼き、作ったの、いいの。暴れてないよ暴れてないよ、荒ぶってません、荒ぶってませんよ。友人配信寝起き感溢れてたで。いや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 、すっぴんになったからよ多分。絶対そうだと思う。かわいいっしょ。あ、猫がかわいいの。猫が、え、こっちもかわいいでしょ。めっちゃダサい今髪型が、ダサい格好なんか右のさ、右のツインテールする気なくなった急に。高級レストランレベルの空気、美味しかった。レナが兵庫にいるから自由だったよ。え、ありがとうありがとう。え、昨日さ、あの普通はね、猫さんが、あの昨日ね、リーくんなんだけど、あのお腹に来て一緒に寝るんだけどさ、夜中来なくて、なんでって思った。最近はおつにしるのね、あれってしー、だっておつにじゃなくてもう俺の女だからさ、俺の 女だから、なんかコメントでさ、なんかココミンかわいいねとか、ココミン結婚してみたいなさとかだったらもう許せないんだよね。そうだから、ちょっと私の存在をアピってるの、おつにじファンの人に。いやいやいや、ココミンは俺の女だからっていう感じで暴れさせてもらってます、すいませんね昼寝どれぐらい寝たの。何時に寝たんだっけ、レナ何時に配信終わったん。昼間のツインのままじゃない、え、なんか寝てる時にツインテールで寝ちゃってて、ここがめっちゃ痛くて撮った撮りました。ここは見終わった、どうだった、面白かったでしょ。あ、チャーちゃんツーショットの代わりに持ってく持ってくこうやってよっしゃどうぞ、お店があったから買って帰った。白あんなんだ、白あんか。ちゃんと見れたの久々、本当に。お腹あったかいの、え、わかんない、なんかわかんないけど、多分甘えて一緒に寝るんだけど来なかった。そう、リー君にね、なんか嫌われました。結婚していいよ、ちょっとくくり直そう、ちょっとちゃんと髪の毛ちゃんとくくっていい女になるから結婚してあげますね。串さ下に置いてきちゃった、だからボサボサなんだけど。これぐらいかな。あー見て、やっちゃった、出て出て2時ぐらいか、以上3時とか4時とか5時ぐらい。レナかい、やった、コミンはかわいい、おいおいおい、じゃあ俺の中コメントね、ダメダメです。先生テレビのを見てる感じだったね。今回のはテレビのを見てる、あー、テレビ見てる人が分かりやすいやつ。お疲れ、ありがとう。リー君しか一緒に寝ない。あー、でもチャーちゃんはたまに来る、一緒に寝るね。そう、一緒に寝る。クラゲ部屋調べてないフォーカーありがとうフォーカーありがとうございます。クラゲ部屋ってどうやってやるの、調べてきて。みんなでもはちびゴムがないからさ、できないかなって勝手に思ってる。ツインのまま寝るとかアイドル意識とか、ありがとうございます。撮ったけどね、寝よう、あのなんか、え、待って、絶対ツインテール無理、ブス頭ブスくて無理頭ブスい、やだ、なんかハゲてるんだよね、ここが、わかる、ここがね、だからなんか見た目がさ、なんかハゲてる人なんだよねここが嫌だな、嫌だな、ほんと変わんない、いつもと。なんかくくりやすい方とくくりにくい方ってあるじゃん、ツインテール。右と左でなんかやりやすい方とやりにくい方みたいな。今日髪の毛にさアイロン一回も通してないからやばい、前髪含め。
全部の紙に。あ、苦しい、ここが苦しい。マジレナってさ、首元がさ弱くてすぐにね、おえってなっちゃうんだよね。高さ揃ってる、こっちがもうちょっと OK、 これぐらいか。うんうんうん、全体よりしたことない。確かに。そう、なんかやりやすい方とやりにくい方があって、レナは左利きだからか分かんないけど左の方がやりやすい。ここマジでさ苦しくてうーってなる。うちの猫がやってくるんよ。え、本当に？にゃんにゃーん、にゃんにゃん、おいでー。はい、かわいい、かわいい人よー。くすぐったいは無理、まだなんていうのあれだけど、ハイネックは嫌い、嫌いだけど、着れるけど嫌い。最初着るときにうえってなる。ガチな方の、ガチな方のうえってなる、えずく普通に。あとなんか小学校の時とかは、あの赤白帽子のゴムとか、なんかさ、あのたまにさ、なんかおかしな子でさ、なんか舐めてビヨンビヨンにしてる子とかいるじゃん。けどレナはその舐めたりとかじゃなくて、噛んだりとかじゃなくて、もう普通に嫌すぎて、あの登校、なんか登校中にもうこうやってゴムをここまで伸ばしながら歩いてたの。そしたらゴムがもうこの高さになってさ、めっちゃだらしないやつみたいな。なってた。でなんか、なんかゴムってなんかだらしなかったら怒られるから、なんかゴムを付け替えし、なんか付け直してってお母さんに頼みなさいってなんか学校の先生に言われるんだけど、言われてたんだけど、でお母さんに直してもらうじゃん。もうそしたらまたさ、もううえうえってなるのね。だからもう一回その朝、次の日の朝からこうやって持って登校してた。懐かしい。普通に簡単に言えばウルフ。え、そうなの？本当に？見え方的にってことか。お疲れ様でーす。おっつーん。左利きそんな不便じゃないよ。全然。カウンター席で気を使ってしまうあるある。あ、わかるかも。とかなんか友達とかでご飯食べに行ったら、なんか一番最後に入る。左利きだからって言って。一緒にいる人が右の手で、席に座る。そう、首めっちゃ弱い。左利きマジで多いね。まあ、最近多いよね。そんなめっちゃ少なくないかも、左利き。ポーガン！ポーガン！ゴムなくすぐ切ってた。確かに。男の子はゴムついてなかった。女の子だけだったんだよね。そうそうそう。それも意味わかんない。あ、改札確かにだるいね。結婚して。いいよ。結婚してあげる。可愛いから。可愛いからね。結婚してあげる。可愛いから結婚してあげます。29がみゆちゃんの生誕だっけ？みゆちゃんの生誕来る人も楽しみ。久々じゃない？生誕祭っていうのが。書道は右で書ける。お父さん左だけど、おばあちゃん、お母さんの方のおばあちゃんが左だから、なんかまあ家系的に左結構多い。猫ちゃんね。おい、どうした？誰だ？もーちゃんか。多分やば。多分なのか。多分ね。オッケーオッケー。多分盛り上げようね。当たんなかった？本当は2匹いる。あ、そうそうそう、こっちとこっちに。遺伝なのかな、わかんない。あ、え、本当にあくびした？みんなレナのこと見てな。なんでさあくび、え、どっちの猫があくびしたの？こっち、こっちですか、こっち。みんなレナのこと見てないやん。みんなさ、レナのこと見てないじゃん。猫あくびしたじゃないよ。あ、じゃあみゆちゃんの好きなところ、好きなところっていうか、そのなんか全部好きなんだけど、
みゆちゃんって本当にマジで、マジでみゆちゃんの嫌なところとかマジで一つもなくて、これガチな方で、ガチな方でなくて、でまずちいかま好きなところも面白いし、なんかレナが本当に面白くないこと言ってもみゆちゃんだけが笑ってくれるの。なんかあの中学生2人組いるじゃん、あの2人とかもまあ結構笑ってくれるんだけど、なんか中学生って何でもさ、レナが面白くないこと言っても笑ってくれるんだけど、本当にあの中学生ですら笑わない、本当に面白くないこと言った時でもなんかみゆちゃんだけツボに入ってくれて、なんかやばいさっきの限りのやばいとか言ってくれるのね。それが本当に好きなんだよね。そう、好きにさせるんですよね私を。そう、本当に面白くないことね、独り言程度でさ言ってたら、なんか横でめっちゃツボってくれて、そう、29日行くよ仕事会まあ5日ね、29日他の女との予定がある、許さねえです。あら、外れの人結構仕事だね、みんな猫可愛いっていう、見えてる、見えてない、見えてるかな、コメントで消える、今じゃあ作ってる、待って楽しみすぎる、それは楽しみすぎる、こっち気になる、これね映しちゃダメなんだけど、本当はここら辺のもの映しちゃダメなんだよね見飲みないとうるさいから見てあげて私だよ、カキも猫も見てないすまん見てないのか、なんでだ、カキは見れるだろね、チーカめっちゃおもろいんだよね、めっちゃ優しいんだよねみゆちゃん、そうめっちゃいい子なんだよね普通にね。そう、面白くない自覚あるよ、でも本当にマジいい子すぎて、そう、なんかよくツボってくれるんだよね普通にやめろそうなんか反応してくれ、なんかさ、苦笑いとかでも全然嬉しいんだけど、なんか苦笑い程度の面白くないこと言っても兄ちゃんだけが本当に笑ってくれてるの、素で。だからなんか嬉しくなりますよね何がそんなおもろかったんだろうみたいなそう、めっちゃおもろいよね、一回面白いから10回中1回死んだそれ面白くないやつじゃん普通にそう、猫ねずっとね、なんか隅っこ暮らししてる、5日も外れちゃったのか、頑張って、29また私持って、また当たったのすごいね、まあまあまあ、でもね、しもて、まあ。限りのおもろいからな。限りのおもろいんだけどね。そう。限りのおもろいんですけど。限りのおもろいんですけど。結婚して。いいよ。しゃなしね。しゃなし結婚してあげるよ。レナって本当におもろいから。おもろいやつ結婚できてよかったね。おもろいから。おもろいから結婚してあげるよ。うん、トーク会、トーク会わかんない結婚していいよ、結婚してあげます。なんかみんな猫しか見てないっぽいから、結婚してあげるね、結婚してあげるね、これで飛べそうだよね、パタ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 ゆうちゃん血液型不明だけど、この間分かってた、この間検査行ったらしい。29日、下手ね、3列目だっけ、兵庫の中でおもろい側じゃないんやろ、いや、兵庫の中でもおもろいから日本全国の中でもおもろいから、そう、よろしく、そこらへん地球全体の方でもおもろいから本当にね、本当結婚できる気がする結婚もう投げたし、今日は寝るよ、明日は早いのか、何時起きなの明日、レナの夢見るんだよ、おやすみ。そう、お尻攻撃できない、今日、今兵庫だからさ、お尻攻撃できないんだよね。29日、楽しみでもぶらついてくる、おいいね待ってよ待ってますよ、うん、そうなんだ、通路側なのか、あ、上手か、
え、私神ちゃん本当に？え、そうなん。え、マジだから本当だよ、これは。結婚していいよ、世界中で一番おもろいからいいよ、結婚してあげるね。ハナナも結婚してくれるって、すまようね、すまようね。タコ、すみません、が好き。トレード2枚出たら、おお、チャンスチャンス。仕事休みで来れる人、来れそうな人、チャンス、トレード。チャンスですね。おもろいって思ってるの、くさ。いや、おもろいから。思ってるとかじゃなくて、事実だからね、これに関しては。これに関しては事実なんですよ。申し訳ないが。申し訳ないが。申し訳ないが事実なんだわな、それが。ありがとうございます、事実です、ありがとうございます、事実です。高さ気になるね、めっちゃ。結婚して、いいよ。本当に結婚してあげるね。結婚できる気じゃなくて結婚してあげるよ、本当に。いや、面白いな、残念ながら事実。え、そうなんだよね、残念ながら事実なんですよ。なんで残念なの。嬉しながらの事実でしょ、ネタがおもろいのは。はい、ありがとうございます。私面白いんですよね、はい。え、てかさ、生誕のさ、グッズのやつを考えないってやばくて、なんだっけ、デザイン、デザインを考えないとダメで、どうしよう、迷ってます。どうしようか、飛んできた、ケンラブから飛んできたの。レナは飛べるよ。いや、もうなんだよね、実は。もうちょっと、ちょっと考えないとやばくて。え、何色にしよう、土台。え、なんかね、え、どうしよう、え、どうしようどうしよう、本当に結構焦ってて、早く決めないとやばくて。どうしようか、どうしようね。かきりにね、日に日にかきりない虫になってる。あかんことない気がします、それは。それはあかんことない気がしますけどね。待って、壇上、待った、もうほんまにさ、違うねん、違うねん、違うねん、忘れとった。じゃ、ペンあるかな、リップしかないねんけど。ちょ、紙はあるから、ちょ、明日するわ。明日するわ。今日の配信終わったら絶対にスクショ見直して名前書いとくから、マジ許して、ほんまにするから、ほんまにする、マジ明日。ちょ、無理、嫌われる、みんなに。みんなに嫌われる。マジみんなに嫌われる。ツインってして、三つ編みしてねじって巻きつける、形整える。え、これでさ、三つ編みやろ。ちょ、感覚な、どんな感じか。三つ編みってどうやってするんやったっけ。こうか。でもさ、なんか毛先残しとかなあかんねんな、多分クラゲヘアって。分からんけど、ちびゴムがとりあえず絶対いるよな。おちびさんいりますよね、これ絶対。で、広げる、これさ、めっちゃあれにならへん、大丈夫なんかな。で、巻きつけるんやろ。これ無理よ、あかん。わかんくなるわ。ちゆむさぎ、こうやろ、ほんまはまあこれぐらいってことやんな。あ、でこうか、
こうか、ここだけほどくみたいな感じ、こうや。いけた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 、こういうことね。あ、いけましたいけました。でここ巻いたら OK みたいな。でもなんか短くない、髪長いのに。もうちょっと、え、どう、こんな感じってことやんな。でここ止めて、こういうこと。なんかピーンってしてておもろいけど、こういうことか、そういうことね。はいはいはい、あーそういうことか。オッケー、もうわかった。またしよう、絶対せんけど。絶対せんけどな、負けな、可愛くないもんな毛先。うんうん。あ、似合ってた。あ、いい感じだった。ほんまに成功ですね。成功でーす。クラゲ成功。頭痛、寝すぎたかも。え、似合ってた。ほんまに知ってるけど。知ってるけど、似合ってるのは。クラゲヘアらしい。あ、惚れ直してくれた。ちょっとちょっとか、でもちょっとか、ちょっとだけあった。あ、普通に可愛かった。あ、知ってる知ってるよ。え、普通に知ってる、普通に知ってるで。ムカつくな、こんな言われ方したら。普通に知ってるけど。あ、キンキンした。あ、知ってる、普通に知ってるけど。ちょっとだけ浮気してないよ。してるやん、それしてるやん。そう、何でも知ってるから、何でも知ってるからね。はい、ありがとうございます。何でも知ってるんですよね私って。前髪伸びんの遅いな最近。寝てないからかな。最近寝てないからかな。うんうん。オッケー。みんながレナじゃなくて、レナがユアニアルームに行ってないで今日。みんなが上がってことか。怖い怖い。いや嬉しいやろ、何でも知ってくれた方が。え、そうそうそう、はいはいはい、生誕期の話しよう、まず。はい、あ、猫、猫ちゃん見えるようにしとくわ。はい、はい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 。おい、100回目の方もありがとうございますね。ありがとう。生誕ティーどうしよう。え、まず土台の色決めようよ。土台の色、エレナは白か、白か、白かな、白かな、白。普段着れるやつにするかどうか。うわ、どうしような。あ、オレンジでもいいんや。可愛いやつがいいよな。白か、じゃあオレンジかピンクで。白かオレンジかピンク。黒がいい。白かオレンジか。え、みんな何色？え、てかさ、ね、色というか、普段使いできる方がいい。パジャマでいい？レナ的に、レナ的になんかパジャマでもいいねんなと思って。なんかパジャマに、パジャマにしてって思うけど、パジャマこれって決めとう人も多分おるかもしれへんやん。パジャマこれって、オレンジね。28時間調整になっちゃう。調整になっちゃうから、だから。やばい、あれ思い出す。28時間調整の時にさ、28時間調整っていうか28時間配信の時に、あの栄に、まあ、ちょっと用があって、で歩いてたんやけど、なんかあのめっちゃ見られるなと思ったら、あのあれやった。見られるなって思ったら、オレンジの挑戦 T シャツ着とって、あー、やる気あって素敵と思いましたね。ありがとうございます。え、どうしような。普段着るか着ないか、寝巻きにしてほしいって
全然寝巻きになってもいいねんなって思ってて、やっぱ生誕ティー着てる？何が嫌いもピンクでも普段使いする。あーほんと、どうしような。え、めっちゃうまなかった、さっき口にあのタコ入った。柿色、柿本 T シャツピンクだと薄いピンク、あー確かに、あ薄いピンクなのはそうかも。ヤッホー、握手会でもオレンジだったら目立つ。あー確かに、そうやねんな。どうしような、ピンクか白かな、ピンクか白、ピンクか白です。え、どういう普段使いって言ってもどういう普段使いかにもよるような。ブルーモンドルコーヒーできたら時間あれば言ってくる、言ってくる予定予定。え、また教えて。今着てるくらいのピンク、薄いピンクがね、もちろん薄いと思う。あ、あるかも、ある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 。え、ちょっと待って、ちょっと待った、ちょっと待って、え、ちょっと待って、ちょっと待ってて、ちょっとなんか学校のさ、え、これ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 、高校の時にさ、高校の時に作ったこれ、え、これさ、このピンクじゃん、絶対薄いピンク、これ。え、これ高校の時のなんか文化祭で作った、レナがイラストしたんですよ、見せれないですけどそう、イラストしたんだよね、レナが。え、ちょ聞いてほしい、レナがね、イラストさんしたんだけど、レナがイラストしたんだけどさ、あの入院してて文化祭出てないっていう、だから自分で T シャツ作ったのに。え、可愛くないこの色。あ、もうちょい薄い方がいい。え、洗濯したら薄くなるじゃんこれ一回も洗濯してないから、学校からもらってなんかそのままでなんかやってきたみたいな感じいる、かわいいよねピンク。え、でもわかんない、何でもいいんだよね、何色でもいい。だって、え、てかさ、どうしようね。え、でもピンク嫌な人もいるよね、中には。ピンク嫌な人、洗濯して着ないもんだって着てないもん一回もえ、どうしよう、え、どうしようね、 T シャツ作るよね。え、どうしよう、これ似てたね、確かにこれ似てたわ。え、どうしよう、ピンクでも、ピンク嫌な人いる？色のね、一覧とかも来てるんだよね、実は。だから本当に焦ってて本当に結構焦ってるんだよ全く考えてなくてやばいんだよね、普通に。うん、前にお宅やめてたら買わないけどまあまあまあ、それはね、わかんないからね、そんなのね。おつれなー、ピンク余裕ですか本当に。そうなんだよね、もうちょっとさ、なんかね、先かと思ってたらね、案外ね、早いかったですね。うん、白の方がいい？ピンク着る？確かに公園でさ、着てきてくれたらピンクはだったわ、すぐ分かるよね。え、ピンクにしようじゃん。え、ピンクでいい？え、ピンクでいいとか言って、オレンジとか発売されてみたらさ、オレンジとかなってたらおもろいよねみんなのことを騙すという。え、どうしよう、ピンクか白かな。デザインなんだよね、問題は。問題はデザインであって、問題はデザインであるんですよね、問題はデザインであります。そうなんですよね、問題はね。やん気ないかな、でもそうそう買わないかもまあまあ買う可能性も出てきたってことだよね。もうそれはね、まあ、会ってから、一回会ってからね決めてもらってねでもまあやっぱ基本着ないよね、平日とか仕事とかでも。私服 OK の仕事の人でもあんまり着ないじゃん。だからなんかパジャマに、え、じゃあレナはみんながパジャマに着ると思って考えていい？デザイン
デザイン考えていい？みんなパジャマで着るかなみたいな感じで思って、リアステンするか文字にするか。あー確かに、リアステンするか文字にするか。あーそっか、それもあるんだよね。ブータロー可愛いよね。あり、白にピンクでデザインしてもいいんだよね。白にピンクとオレンジでデザインしてもいいんだよね。どうしようけど気づかないよね、公園で。普通に生誕とかじゃなくてもさ、たまに自分の生誕ティーとか着てくれる人とかいるじゃん。着ない？みんな着ないか、生誕ティー以外着ない？着ない？わかんない、どうなんだろう。提供します。提供やばい。白なら着れる。どうなんだろうな。寝るときに着るようでさ、かきれなレーンと、公園どう？公園センス問われるねこれは。センス問われるな、確かに。まあ、さゆりも振ってるかわかるけどね。どうなんだろうな、白かピンクだね、どっちか。本当にやばい、焦る。普通に無理、普通に無理、普通に考えれない。こういうのさ、マジセンスないからさ、センスないんだよね、本当にセンスなくて、本当にセンスないんだよね、本当にセンスないんだよね、本当にセンスないんだよ。まあ、みんながパジャマに着てくれると思って考えるわ。じゃあ普段使いを考えてた人にはちょっと申し訳ないかも。まあそれでもワンチャン着れるようにするわ。ピアノ好きなように。ありがとう。まあいろいろなメンバーがいるからな。そう、公園には着ていかない。着ていかないの。着ていかないんだ。公園着てくれる人もいるよね、たまに。生誕の時は絶対着る。あー生誕はね、生誕以外だったら着ない。あお疲れ、ありがとう。デザイン気になる。レノン考えてないんだよね、デザインとか。文字にするかもわかんないし、締め切りはまあ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 、ちょっともうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとで着きます。袋に入ったままの状態に。あーそっか、そうだ、まず生誕を当てるっていうね、あれがあるもんね。入れなしはクスってならない、クスってならないような。死んだ。顔写真にしたらいい。あ写真もねありなんだよね。そうなんですよ、それは思った。どうしようね。迷う、普通に。お客さんが着てる想像してみ。それだったら絶対ピンクの方がいいよね、わかりやすいよね。でもピンクで、オレンジとピンクでさ、イラストならオレンジとピンクだから分かる、それも分かりやすいけど、でも分かんない。それな、限りなイラストできないから、パッと見て何がいいの、あどんな服着てたらってこと。でもそう、全員さレナのファンじゃないじゃん絶対。だから別に白でもピンクでも、それはなんか別にどっちでもいいなって思ってる。コメント握手の時、あ握手とかか。かけらぐんだ。無事は却下じゃないかな。握手会できるの、あ握手会もね、はいはいはい。長文で文字だけ書い、長文長文書くの。みんなにメッセージ的な T シャツで、あいいね。でもそれなんか、それを見て毎晩寝てくれ寝てくれって感じ。寝る前に歯磨きしながら鏡でそれを読んで寝てほしいね。爆笑でいいんじゃない。笑顔なれるよね。やっほー、マーテイル書いとく。どうしようね。お風呂頑張って。マジお風呂って頑張らないとね、入れないよね、それはわかる。何分今みんな。デザインとか言ってないんだけど、誰も。
誰も言ってないよ。全然なくて、え、可愛かったね、可愛かった可愛かった。誰かにね書いてもらうのもありなんだけど、ちょっと著作権的にちょっとめんどくさいことが起こっちゃうんだよね、そうなったら。ブーちゃんありなんだよね、ブーちゃんと猫入れるのあり。うわ迷う。かけるなメールを T シャツに書こう、 ありだね。英語にしたらローマ字にしようかな、ローマ字一番ダサいやつなんか言うんだけどな。え、マジどうしよう、寝れなさそう。32分ありがとう。あと30分か。はあどうしよう。あ、みんなめっちゃ、え、みんなに相談してよかった。なんかいろんな案言ってくれて嬉しいんだけど。確かにありだわそれ。あり、マリンに頼もうかな。え、マリンイラスト結構ねうまいんだよね、かわいい、おしゃれ、おしゃれになんかしてくれそう。もしレナがなんか書くならさ、ちょっとね画力が問われますけど、ね、配信したことあるの。絵描く配信したことあるかも。え、生誕って書き物だけしようか、いいよね、思った。猫4匹とブータロー描いとこっかな。でも下手だからな、レナ下手だからな。え、どうしよう、どうしようかな。え、マジありなんだけど、え、マリンに描いてもらおうかな。でもちょっと著作権的にねめんどくさくなっちゃうんだよね、どうしようかな。マリンになんかぽいやつ描いてもらって、それを見ながらレナが描いたらいいか待った、普通にマリンに言おう。ちょっと配信終わったら連絡しますマリンさんに友達デザインの生誕くじの商品あったよ。あ、ね、まあ、一応今のところ生誕グッズって感じですね。背中に回っている何が何か分かんないじゃん、何が何か分かんないじゃん。うん、隣連会見ないでってイラストそれにしよっかな。その T シャツしたらさ、なんか隣の連からレナのこと見れないからさ、それ来たら直接会いに来るしかないじゃん。でも猫、犬とレナの足跡ならどう。ああ犬と猫の足跡とってこと可愛いけどね、可愛いわ。え、なんか冬雪が降った時に、去年にブーちゃんを雪を感じさせてあげようと思って散歩に行ったんだけど、ブー太郎の足跡があの雪につくのがめっちゃ可愛くて写真撮ったまた見せよう、みんなに地元送るわ。めっちゃ可愛いんだよね、もう一人でなんか雪降ってる、なんか何この足跡、ブーちゃん可愛すぎみたいな一人で言ってた一人で言ってました。アクスタとかあるの、ガチャの方本気してもらえもういいだけえ、背中もさデザインできるのか、背中もできるの。え、ちょっと待って、普通に迷うんだけど、え、ちょっとさ、みんなさメールでさ、あのいろんな案ちょうだい、どんな案がいいか。え、もうマジさ、なんか些細なことでもいいって、メールの返信くさツイートしてよ、ツイートで待ってるわ。いやマジさ、みんなのさ、なんかいいなと思ったさ、こんなやつがいいなとかさ、こんなんいいんじゃないみたいな思ったやつ全部さ教えて。え、マジ教えて、え、マジ教えて、ダニー博士。いや別になんかそっから引き抜こうっては思わないけど、なんかいいやつがあったら参考にね、参考だから、参考だから、え、参考だから、参考だから、ね、参考です、参考参考だって、参考参考、まあ、絵柄はねちょっとまあまあまあちょっとみんなにね教えてもらったらちょっとあれだけど、みんなにねあれだけど、ちょマジなんかなんかあったら言ってなんかあったら教えてください。以上です。
でもマジどうしようね、なんか土台の色もさ決めてないんだ、決めてないんだけどさ、えマリンにも聞いてみるわとりあえず。バグしてた、買わないよさすがにね。はい、背中に入れない、嫌だよ。パジャマ確定じゃん、全然パジャマでいいんだけどさ。いやいやおお、収入高学歴高身長か、え、どういうことどういうことどういうことだよ。うん、柿の種パクリやん。それこそパクリやん。それこそね、パクリなんですけど、それこそパクリですよね。写真もさありなんだよね、写真もありなんだけど、写真ね、写真ありなんだよね、写真ありなんだよね。でもなんかそんなさ、なんか生誕ティーにできるほどの可愛い写真とかないからさ、だからあれかなと思って。変える？写真、え、写真ない、写真ないんだよね、写真ない、剥がれて、あー洗濯して剥がれちゃうのか、そういうことか。あー、そういうことね、イラストの方がまだ剥がれないか。可愛いしてるって書くのは確かにそれも可愛いよね。え、どうしよう、どうしようね、本当に迷いまくりなんだけど。高須先生とどうしよう、いや、いらないだろ誰もいらないだろいらないだろう。たくさんあるじゃん。おお。剥がれていいの？剥がれたら悲しくない？あ、任せる。あ、ネット。ネットに入れてますわ。どうなんだろう。そのセンスやばいよね。センス問われますね、これは。いや、トートバッグもなんだよ。全部なんですよね、実はね。バッチだっけ？あれもなんだよね。え、同じ柄だよね、でもあれって T シャツと生誕グッズ3種類って同じ柄でいいよね。違う柄、違う柄もあんのかな。で、決めないとなんだよね。わかんない、かっこいい、かわいいけ、え、わかんない、わかんない。え、意外にうまかったですよね。うまくないよ、うまくないよ。キーホルダー、え、待って、え、待って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 、違うの、え、もう待って、え、デザイン変え、え、そうなの、え、本当にガチ、え、これ同じでもいいってこと？でも同じじゃない方がいいよね。えぇ、T シャツ、そうそう、デザイン、え、待って、一緒だと思ってた。え、何が一緒なの？え、 T シャツと同じやつあったよね。え、一緒だった気がするんだけど、あれ、ちょっと待って、あれ同じじゃないの？あ、え、同じとあんまいない、嘘、マジで、え、そうなの、えぇ、ー、マジすぐ待って、マジで言ってる、キーホルダーと T シャツが一緒の柄なんだ。とうとうは変えれるってこと？そういうことね。弱いやん、普通に。
汗汗え本当に、えもう終わった、無理、みんなごめんね、もしレノン生誕グッズなかったらちょっと柿本さんはないです本当に、じゃあ2個デザインなのか、3つじゃなくて2個なのか、えそうじゃん、バッグの色もさね、壁崖なんだけど普通に、あピンクでレノンでいい、ちょっとシンプル、シンプル、えバッグはシンプルの方がいいよね絶対に、えマジで言ってんの、本当に言ってんの、マジか、マジで、えマジで、えじゃあとうとう白にして、白か黒にして T シャツをピンクにしたらいいってことか、はい、どうしたの、んえマジでやばいやん、そういうこと、そうなんだ、そうだそうだ、ね、言ってるそうなのか、マジか、え崖なんだけど普通に、え普通にちょっとなんか忘れたい普通に忘れたい、そっか2個か、うわどうしよう、えどうしよう、えどうしよう、普通にどうしよう、普通にどうしようね、確かに、えトーツで肉球かわいいね、崖っぷちって文字にしようどこ T シャツ、うわマジでちょっといろいろ考えないとやばいな、バッドバッグ自分が使えるマジどうしよう、やばいやん、こまみー、カバン系は普段使いできた方がいいからね絶対、まあ頑張りますね頑張りまーす、なんか適当に考えとくわ、適当にちゃんと考えるけどね、ちゃんと考える、そっか一緒だと思ってた、なんか一個だけ、一個だけ、一個だけかと思ってたよ、デザイン考えるのは、可愛い系か面白い系かどうしようね、どっちでいこうね、あ T シャツ買うけどトート買わない、あーそういうことね、そうなんだ、適当で決まるヒアンターがギブジアール。あ、かわいい、それかわいいわ、そうだ、こういう風に使える、あー確かに使えるね、みんなが買いたくなるようなやつに頑張ってしますね、メッセージ制作いいトートかわいいけ、どうしよう、どうしよう、迷う、面白い目立っていいじゃん、うわ普通に着れるやつがいいな、確かに可愛く面白いやつ、可愛いと面白い分けるか、 T シャツとトートバッグで、使い道ないのか案外、えそうなの、使い道ない、2019年ぐらいの使ってる、マジで、じゃあ使い道あるじゃんいやでもどうなんだろう、どうなんだろうね、使い道ない人も確かにいるよね、なんていうの、どんなデザインでも絶対買うよ、そうなのか、トートは買わないんだ、どんな何か写真でも、そういうこと、トートバッグに写真嫌じゃない街中レナが連れて行かれるってことだよね、みんなと街を、みんなと町をね連れて行かれるってことじゃん、私らと使い道ある、うん、え何の運だよ外に干せるデザイン
とうとも選択するんだけど、写真やめといた方がいいよね。それだったら選択するかもじゃん、汚れちゃったりしたらね。とうとは使い勝手がいいようなデザインにしたいと思います。じゃあ、そっか、あ、猫たちの写真恥ずかしい編集裏みたいに、あ、QR？ レナの LINE の QR とかにしとこうかな謎解き、謎解きで。トートバッグに肉球、え、肉球かわいいよね。え、思った、それ思ったわ、ありだな。動物、柿本家の動物入れるのあり。着実されないデザインならいいよあ、使ったことないんだ。え、使わないの？使わないんだ。雑になってもかい、いや雑にはね、ちゃんとします、ちゃんと考えますよ、私もね、ちゃんと考えます、ちゃんと考えます、はい、ちゃんと考えますよ。繰り返すと薄くなってしまう、あ、ね、剥がれちゃったりね、デザインとかも。よくなく見ながら、とうとういらないね、本当に選んでくれ、誰も友達になってくれなかったから悲しいそういうこと、ふみえってかわいい、え、あり、え、それ多いらしいね、それ多いらしいね。確かに今日さ、なんかみんな生誕ティー届いたよって言ってさ、 LINE 見て、誰もさ、誰も LINE 追加してくれてないっていう悲しいですね。え、どうしよう、迷う。え、でもなんか面白いやつと可愛いやつ、使い勝手いいやつ、わかんないね、わかんなくなる。はい、なんか考えますね、頑張ります。ちょ、マリンに連絡する、とりあえず、とりあえず。劇場にさ、持って入れないの、あれって。とうとう何も持っちゃダメなんだ、水しかダメってこと。確かに友達欲しい、友達欲しいわ、入れてほしい。イメージ全然できない、イメージ全然できないよ、全然できない。楽しみだよ、え、楽しみにしてみて。なんかマリンに聞くわ、セクシー系やりますか、え、トートと生誕ティーにってことどうやって入れんのそれちょっと無理かな。おい、ダメなんだ。透明のビニール、そうなんだ。え、知らなかった。そうなんだ。一応マリンと一緒に考えるわ。え、とりあえずマリンに電話する。配信終わったら。なんか考えてって。マリンもね、あのね、飼ってたんだよね、犬を飼ってて、なんだっけ、ミニチュアをレナと一緒ので、なんかあの珍しくて、レナんちのブータローとポッカリだー、あのレナんちのブータローのあの犬の色あるじゃん、茶色の薄い茶色さ、あれもあれの色が珍しいんだよね、ミニチュアで言ったら、けど一緒のワンちゃんで、そう、友達マジいないんだよね、本当にいない。デザイン次第、宮川さんがお得な顔しか見てないのか、レナレナがフィールできないの。え、そう、レアなんだよあの色ね、案外。結婚していいよ、いいです、私も生誕ティーも可愛くするのでいいでしょう、結婚してあげます、はい、はい、私も可愛いし、生誕ティーもね、生誕グッズも可愛くするのでそれをね、楽しみにしていてくださいよ。わい、何してんの、実は兄弟、え、全然違うんだけどそれは僕ね、手元見たらみんなビニール袋持ってるよ。え、マジで、なんか持ってる人はいるなって思ったけど、みんななんだ、知らなかった。なんか何も持ってないように感じる、あのうちわとかがやっぱ目立つのかな、あれはさ、袋に入れてない人多いじゃん。51分、え、嘘でしょ、もうそんな時間なの、マジごめんね、みんななんか面白くない話しちゃって
とりあえずなんか自分で考えます。一応前髪めっちゃ伸びたくない？やばいよね前髪の伸び度が。パッツンのさレナを知ってる人はめっちゃ伸びたと思ってると思う。どう？どうですか？あ、ビニール袋意外にたくさん入るんだ。え、なんか泥棒巾着きた。あ、おもろかった。ありがとう。ありがとう。え、どう？めっちゃ上手くない？めっちゃ上手くなかった？パッツン知らんのよ。今日巻いてない。今日ね、もうあの、もうそのまま、マジ。ドライヤー、うわーってやっただけ。やっただけです。いや、痩せてないよ、私。全然痩せてないよ。本当に痩せてない。マジ太ったレベルであるから。本当に、え、でもね、なんか、ちょっと前に体重乗ったんだよ。温泉行って。で、乗ったら、何キロだったっけ？あ、言わないですけど。言っていいのか分かんないけど。だから言わないけど。アイスありがとう。あのね、1キロなんか、太ってると思ってて、これぐらいだろうなと思って予想して乗ったの。それの、体重よりかは、1か2、そんな誤差なんだけど、1キロか2キロは。だけど、あの、本当にマジで、本当にやばい。最近マジもう、食生活狂ってるから、あの、生活くん、人生狂ってるからさ、最近。最近人生狂ってるから。本当に。人生狂ってるから。あれ、いや、マラソンの出場するの。え、頑張って。エレナもね、あのね、あの、マラソン毎日走ってるんだよ。そう、マラソン毎日、あの、なんだっけ、あのね、あの、名城公園かなんか行ってるんだよね、あそこね。あそこいいとこ。いいとこなんだよね、あそこ。あ、確かに。なんかバスケしててすぐになんかダンス始めたとかじゃなくて、マジで2年ぐらいやってなくて、でマジで筋肉なくなってたっていうのもあるかも。本当にマジ最初体力なさすぎてさ、本当にやばいもん。ポテト悪いよね、ポテト悪いよね。わかる、わかるわ、それ。うつついてしなんかこれデビュー前に痩せそうと評判だったよ。え、絶対そんなことないよ。本当にそんなことない。マジで絶対みんなね、ちょっとなんか錯覚に合ってるだけだよそれ。マジで本当にね、マジ狂ってるから。本当に食生活マジ狂ってる。二十回ランニングしてそうで帰ってますね。とし、それじゃなくて認めたから。あ、ありがとうございますね。うん、ジュルの名監修してたよ。ダンス、たまにキレキレな時ある。キレキレ、たまになんだ。ウケる、たまになの死んだ。どこ教えて。ウソ選手はあと何キロ痩せるの？あと何キロ痩せるの？別に、ね、なんかその痩せようとかあんまり思ってないかも。ダイエットダイエットってなんか言ってるだけで。でも私も自分に甘い人間なんですけど。え、じゃあ目標を決めるね。目標は、目標はって言ったらわかるじゃん。バレるから言えないんだよね。1キロ以上。1キロ以上ですかね。じゃあ2キロ以上。2キロ以上って言っとくか。2キロ以上痩せようってやばい、痩せないとやばいよねっていうね、っていうね、はいはい、っていう感じなんですよね。っていう感じなんですよね。痩せないでください。マジ絶対いい。マジもう、じゃあ生誕までに、生誕までに、生誕までに2か3ぐらい痩せるわ。え、マジ頑張る。本当に頑張るわ。本当に2キロか3キロは痩せる。え、そうなんだよね。頑張りますね。頑張りますね。頑張ります。え、じゃあ目標、本当に、今決めた。2か3?
2か3じゃあ3か4って言っとくわ。サンキューさん無理なんでなんで。でもなんかそなんか痩せ方もいろいろあるじゃんね。そうなんだよね。そう痩せ方がね、りな本当にダイエットが下手くそでさ、なんか下手なんだよね。下手なんですよ夏バテ。え、わかんない、なんか下手なんだよね今のままがいい。2キロは絶対痩せないとやばいんだよね本当に。達成できたら自分にご褒美。え、特にないかも。別になんかダイエットが苦でもないんだけど、そう顎そうなんで、今ちょうどいい感じにお肉ついてるから本当は尖ってる顎がちょっとマシに見えてるってことだよねそれここがねちょっと尖っちゃったらあれだよね。もうちょっとさあれになっちゃうから。58分やばいそうなんですよ武器になっちゃうねえ、うざいやだ武器やばい。え、そうなんだよ、なんか顔とかなんか上半身は痩せたくないんだよね。そう、腕とかもそう。にゃんちゅう見える？見えないか、見えなかったわ。やばい、5時8分明日何時は攻撃ね、攻撃しちゃうから顔は痩せないでおくわ、顎だけ痩せないでおくわ、ここだけ痩せないでおくわみんなやだなじゃあねー、59分ですね。はい、ありがとうございました今日も。じゃあ私はいろいろ目標を立てて、あ、34%今、あ、33%なっちゃった。はい、おやすみ、お疲れ、今ありがとう、おやすみ。配信嬉しかった、こちらこそありがとう、あ、ありがとうおやすみ、今日も配信ありがとう、クッション、おやすみ、おやぷにー、おやすみ、また土曜日、さよなら、おやすみ、おやすみなさい。おやすみ、また明日。マラソン頑張って。あ、お疲れありがとう。あ、ハロー。ぐんない。こじれな。ちょっとわかんないけど。ちゃんと寝ます。はい。じゃあ、ありがとう。その前でもいい。ありがとう。みんな。おやすみ。じゃあねー。